ちゃこれ高所恐怖症でして、はい、乗るじゃないですか。だんだん上がっていくつれて、えーって声が出ちゃうんですよ、中に。怖い怖いよって、そう。で、しかも若干揺れるんですよね、風があったので。そう、風があるので若干揺れるんですよ、恐ろしき大寒波。そう、寒いし揺れるし高いしで、怖い、でも怖いって口に出ちゃうんですよね。もう怖いって言わないと、でもなんか声に出して言わないと、もういろいろ紛れないっていう。そう、なんか、いや、後ろにママギツネがいると思ったんですよね。で、後ろを振り返ったんですよね。怖いよーつって後ろ振り返ったら、小学生ぐらいの男の子がいまして。小学生ぐらいの男の子に、怖いよーって振り返って、そしたらもう男の子が、大丈夫ですかつって、大丈夫ですかって来て、大丈夫だよーつって、やっちまったと。多分小学生ぐらいだと思うんですけども、なんでワンチャン中学生だったかもしれない。気まずみたいな、めちゃめちゃ気まずくなりまして、そう。で、まあその後はもう無言ですよね。無言で降りまして、男の子も降りまして、もうしゃがみは買わせる顔がないので、もう下向いてたんですよね。下向いて、で、その次の次にママギツネが乗ってきまして、なんでやっつって。なしてそんなに後ろにいるんですか？靴がなんか、若干きついかも、みたいなんで、ちょっと調整してたって言い始めて。はよ言えよみたいな。乗る前に言えって思って。